今日はですね、この一輪挿し、これはね、鶴首って呼ばれてるんですよ。鶴の首みたいでしょ。そんな一輪挿しに生けるコツをご紹介したいと思います。一輪挿しは時間もかからないですし、お花も少なくて済むし、かっこよく生けられると本当にね、おしゃれになりますので、これをマスターすると日々の生活の中でも生け花をもっと楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひご参考にしていただければと思います。最初にホワイトボードを使ってちょっと解説をしたいと思います。一輪挿しね、さらにと鶴首っていう、こう細いってことですよね。だから角度がつけれないんですよ。まっすぐ立ち上がりすぎてしまうと。でこの時に例えばバラなんか想像してもらうと分かるけど、上にお花が向いちゃいますよね。そうすると人がお花をこう見てる時に首のこう顎を見てるとか横を見てる状態になってしまう。これはあまり良くないと。でこれがこうならないでしょバラがね。これはだから問題で、バラとかあんまいけない方がいいですね。でまあじゃあ菊、丸い菊ぐらいだったらまだいいよねっていう感じではあります。でもっといいのは横にこう張り出してるお花、こういうのがあると綺麗だよねっていうことですね。だから生け方というよりは生けるお花を選びましょう、この一輪挿しにはっていうことでもありますね。特にこの鶴首的なね、細い花瓶にはね。じゃあ実際どういうお花がいいのかっていうのをこれから紹介したいと思います。今日はこのお花ね、クジャクソウをご用意しました。パンパンにお花咲いてますけど、これ横から見てください。この一輪挿しに入れるべきお花はどこかというと、上の一番トップではないってことね。トップを入れるとこうなるよねっていう上の花ね、わかりますけど、むしろこの横に出てるお花、ここを使いましょうってことですね。横枝の方やってみましょう。だからここで切る、まずね、こう横に張り出してる状態のところを使いたいということですね。で花瓶に収めると、前から見るとね、こうですよね。これお花の顔が見えてると思います。さっき言ったトップの部分ね、上の部分を使うとどうなるかというと、まあ悪くはないんだけど、お前上に伸びてて奥行きはそんなに感じないと思います。ここを使うってことですね。でもう一つ横枝のところ、これ二つ使えるかもね。そういうところをまあ探し出すってことですよね。これは前で、こいつは後ろ、まあいいですね。こうやって見て全部横枝だから使うって思うと、これはさすがにとっちらかるので、あんまりね、欲張らずにいきたいですよね。せいぜい2つ分ぐらいですよね、横使うって言ってもね。この鶴首って細いので、足元を一つにまとめるっていうのにはもうこの花瓶に入れる時点でもう成功してるということではあるんだけど、いかんせん細いので花瓶の口があんまり太い花材だと火がね全然入っていかない。こういうクジャクソウとかはだからとてもいいですね、細いので。なかなかいいんじゃないですかね。あともう一種類花材足してみましょうか、せっかくだからね。これはスターチス、これもこうまっすぐからこう横に張り出してるようなところね、探せるといいですよね。これ良さそうですね。今若干ね癖つけてみたけど、ほんとあんまりいらないから、この 2,3 本ね他の色を入れると、こういうところね、ほんとさりげないの。なんか真ん中でもいいか、入るところがなくなってくるけど、真ん中あたりにスターチスを添えてみました。なかなかいいんじゃないですかね、これだけ。それで最後一応流れを作りましょうということで、覚えてるところも、これはね利休草ね、覚えてね。利休草は使い勝手いいですね。でまあ細いんで刺しやすいってのもあるね、こういうのところにね。だってこの細さだからね、細いでしょ。パワーはないんだけど、もちろん茎が細いからね。こっちの方が綺麗かな。一本でもいいね。一本でも足しますか。二本入れるかな。どうしようかな。なかなかいい感じに入ってきたんじゃないですか。下にもこれちょっとねじめっぽくなったしね。やっぱもう一本欲しいね。細いのだと意外といっぱい入るということですね。ご覧の通り。ちょっと間引くか、お花。ですかね、利休草ね2本ちょっと下げる感じとね、横と添えてみましたね。やっぱこう線が入るといけばなっぽいしいいですね。
花材選びですね。青い柿でこれ爽やかだね。はい、はい、一輪挿しですね。なかなか可愛らしいでしょう。横からこれもチェックですね。真横から今見てます。真横から前に向かっているお花がありますよね。これとかね、これとか、まあ、これもそうかな。あと後ろにもね、やっぱりあるとこ前後つきますよね。今日こういう利休草とか添えましたけど、なくてもいいですね。こういうクジャク草とか、あとなんだろうな、いいの、横枝が張り出しているお花、生け花で使いづらいとかって言ったアルストロメリアとかね。ただ後ろに行くお花は取らないとかな。あとね、デルフィニウムとかいいかもしれないですね。とバラもバラで、スプレーバラとかね、横にお花が出てるところありますよね。一本のバラじゃなくてスプレーバラとかスプレーカーネーションとかね、そういうのもいいかもしれないですね。そういうのでこういうつる首のね、一輪挿しがね、やられるといいかなと思います。花器自体はすごいかっこいいんですよ。この細いところがね、締まって見えてかっこいいよね。それにどううまく前にお花を持ってこれるかっていうことですね。ね、ぜひやってみていただければと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。